ちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。またこの旅シリーズがやってきましたね。今日は佐賀の嬉野に行ってみようと思います。佐賀を知ろうよシリーズです。途中で嬉野に行く途中で竹雄で降ります。竹雄に伝え図書館っていう超でかい伝えの図書館があるっていうのと、あとちょっとユニクロに行きたいのにユニクロに伝えといえば双子玉川の伝え家電よりでかいんでしょ。もちろんだからどれぐらい大きいのか図書館よ本当に見に行きたいと思います。まあそんな感じですね。九州を知ろうよ、いや佐賀を知ろうよ第2弾よろしくお願いします。到着しましたよ、竹雄図書館に。図書館にいっぱいいるね、お客さん。ここ全部図書館です。こっち側まで。おはようございます。おはようございます。あと舞台みたいに出てください。スタバもついてる。読みたい本ありますか？雑誌をちょっと見たいね。あなた読みたい本ありますか？おはようございます。あれ読みたい本ありますか？読みたい本ないみたいです。はい、眠たいみたいです。じゃあ抱っこしといてください。はい、中は多分取っちゃダメです。中は多分取っちゃダメです。ダメかな、うん、じゃあ切っとく。早速行ってみましょう、はい、いってらっしゃい。母ちゃん綺麗でしたね。ね、だいぶ綺麗だったね。ちょっと静かすぎて、うん、落ち着かなかった。だるまさん、ずっとだるまさん転んだ見た、うん、楽しかった、うん、楽しかった人、はい、かくれんぼした人、はい、図書館でかくれんぼしてんじゃねえよ。やるわ。かくれんぼしたからもうちょっとうるさくなっちゃったね。これからじゃあ竹はもうあれですね、後にしてこれから嬉野に向かいましょう。てよし行ってこい。いやーいだ。近々届けんね。ドキンちゃん。あ、こんなってもう、もうシャンプーなかったな。もう全然、しないよ。こっちがこぼれるけん。今日は嬉野に来てるんですけど、名前いいですか？上近キエです。キエちゃん。はい。キエちゃんは今柔道部ですか？はい。何年生でしたっけ？中学校3年生。中学校3年生。中学校3年生か。来年は高校ですね。来年も、高校からも柔道やるんですか？はい。頑張ってください。はい。じゃあ一言、抱負お願いします。高校生からの抱負でいいよ。はい、わかりました。高校生からインターハイ。インターハイ。出ること。はい。出るじゃダメだよ。出るじゃダメだな。入賞する。3位までになれる、頑張ろう、うん、3年間頑張ってください。はい、頑張りです。はい、足でも金用の花の家で動いたかな。釘まり大使、今日出会ったけど最高な男だ。帰ってきましたね。戻りましたね。きついわ。
昨日はあの後どんな感じでした？なんか柔道やってる人とかと会ったりしてましたね、うん、すごいなんかあれだよね、柔道に対してのさ食いつきがすごいね、嬉しの人たちね。確かになんか確かにすごくリスペクトしてる感じだよね。これからちょっとご飯食べに行きましょう。はい、今日の動画はこんな感じですかね。うん、お疲れ様でした。ちゃんぽんに行きましょう。はい、今から食べに行きましょう。母ちゃんどんな感じですか？母ちゃんはちょっと寝起きでニヤニヤしてます。大丈夫、最後降りていいよ。はい。